誰か来たのね。また大勢、そしてみんなで遊びに行った。毎朝日が昇る頃、ベッドに着くのよ。太陽は体に悪い、そう思ってるみたいに。一体誰が片付けるの？主婦なんてできない。夫は芸術家なの、私が支えてる。ひらめくインスピレーション、与えてあげるの。でも夜が来たなら、ダンスパーティー、シャンパン、髪にバラを刺して、引っ込み思案、目立つのが嫌いな少女、それが私だった。勉強嫌いで努力ができない、そう今も変わらない。ママは言ったわ、お前は乞食になる。構わない私は、お前の未来は暗いと言われた。未来なんていらない。姉さんは私だって歌手になれるという。でも時間が惜しいのよ、夜はダンスに行くから。ダンスはやめられない、その時だけ幸せになる。燃えて燃えて夢に溶ける、流れる血にシャンパン、髪にバラ。もし彼が髪に召され、天国へ行っても泣いたりなんかしないわ、私竜に弔うの。毎晩どこかへ踊りに行く、やめられないの。生きて愛し夢に溶ける、流れる血にシャンパン、髪にバラを。